あ、今回大量ですよ、キットが。はい、ということで、道の駅椿花の湯です。左だよ。左だよね。田舎のおばちゃんってこうやってね、あのショートカットしてくるんですね。駐車場に入るときに出る人のことを考えないで。あなたもそうだよね。この先しばらく道なりです。たまに怒られるよ。入れねえだろ。以前来た時はね、この道を 夜中に都心に真っ暗な台車で茨城から考えられませんよ。そしたら荷物になっちゃう。何慣れてないか。何台車ですか。意識しろよ、ちゃんとアウトインアウト。いつまで経ってもうまくなる。グバッてハンドル切るのよ。そうすると頂点で一番カーブの頂点で一番イン側に来るように少しずつ切っていって、また少しずつ戻していく。それの繰り返しだよ。そんな簡単なこと、ジジイババアでも山道してる人間だったらできるから。やつだでしょ、さっきのあの大阪ナンバーの人も。カーブの手前でアウト側に行って。あれちょっと極端にアウト膨らみすぎだけど。チェアが置いてたの。誰か座んのかな、その人。意外に漁師さんとか。
磯田さんが付けましたやつ、そこなのかな、崖の上だよ、あそこは全然見やんのかな、しょっちゅう来るポイントだから置いてる。急激にスピード上げたな、おばちゃんだな、典型的なおばちゃんみたいな、すげえ分かりやすいぐらいおばちゃん、直線は速いっていう、まあ、直線もカーブも遅いよりはマシだけど、カーブになるとガクガクとスピード落ちる、回送路とはいえ一般道はね、一般道があるから逆にそれがあるから止まってくれるっていう部分も実はあったりするんだけどね、あそうね、通り抜けられちゃう可能性があるわけさ、電気何こういう放送聞いても久しぶりだよね、そうだね、結果いつも聞き取りづらいんだけどあ、なんか技術的に解決する方法ってないのかな、みんながみんなあのそれぞれがいる場所でちゃんと聞こえる、ああのこう山尾根なんないでさ、聞こえる方法ってなんかないのかね、Thank you.
を受信できません。白崎海洋公園で道があります。あと2カ所ですね。北和歌山城で、その後大宝山慶雲寺っていうお寺行って和歌山城。あ、今日お寺行くのじゃない。はい、まあ、そこはちょっと時間との相談でもあるんだけど、御朱印が、良さげな御朱印が、ちょいちょい御朱印の、なんですか、珍しい御朱印の紹介にも出てくる。へぇ、どういうのかっこいい。だるま、だるまさんの横顔みたいな。白い岩と澄んだ青い海が美しい海岸だった。ダイビングスポットも多い。マリンスポーツとアウトドアレジャーの拠点。白色の石灰岩がエーゲ海のような風景を作る。青い海と白い岩のコントラストが素晴らしい。およそ700メートル郵便橋の斜め右方向です。霧目王子神社って呼ぶのかな。熊野古道沿いに点在するつくも王子の中でも格式の高い五体王子の一つっていう神社が途中あるみたいな。まあ、寄るか寄らないか。目白駅行く途中ってことや。そう、その白浜の目白駅に途中にあるってことですね。まもなく郵便橋を斜め右方向です。あ、そう？昨日の帰り？過ぎちゃったけど。昨日帰り、寄る予定だったところに入れた。紀州備長炭記念公園とか、気絶橋とかが、この先行ったところで、県道29号を右折するとそっちに行くみたいな。でもそっち行けたら。行かない行かない。
と内陸に行くと文都省美南海新高架っていう通り沿いなんだけど、うん、そこが北の駅で南部入り、うん、梅のこの間にほら開花が3月何日までっていう話したところだ、目玉の目の王子。行ったらこの後ろ側の方もあるんじゃない。そう。そんなに時間使いそうかな。早いよね、眠くなるの。あったかいかい、ね、こんな感じのご主人ですか。どうする、ちょっと考えてみるかもしれない。まあ、その先向いてこう行くんじゃねえの。ちょっとでも行きたい気がしてきた。行きましょう。行くの、せっかく広げたら広げましょう。行く行く。でも、42号でね。ずっと42号。およそ3キロ先、作業のため路肩規制です。
っすぐはどっちどこへんの。あれ、左、あ、どうしようこれ。海間が目の前にある感じになるね。
曲がるとこじゃん。神社のそば。国道を挟んで神社ファミマって感じ。鈴鹿神社。GPS を受信しました。覚醒剤買うわけにいかねえんだもん。大ちゃん、あなたに覚醒剤なんか注射した日にはもう何が覚醒するか分かんないどんな部分が覚醒するか分かってるんじゃない。タヌキの言葉しゃべりだしちゃうかついに。そういう覚醒かよ。そっち方向で覚醒しちゃいますか。飯どこで何を食おうかね。でも高速乗って帰んでしょ。聞いてる。そうだよ、さすがに下道では帰んないですよ。どこ通って帰んだ。山陽道で、もしくは中国自動車道、どっちかで。なんか今何でもいい感じだよね。あ、そう。なんか食べたい。あれ、前の車、国道51号とステッカーが貼ってあるの。なぜ、お買い物なんだ。51号って言ったら水戸とかの方じゃない。そっちの方に行ったんじゃないのってこと。だからちょっと若干強引気味に俺らの車の前に来たのか。それは分かんないけど、まあちょっとでも強引だって見ちゃったね。でもおじいちゃん、だよ今頃。ルームミラーしきりに確認してんじゃねえか。おじいちゃん気がついてる。どう見ても俺国道51号だよ。まあそうでしょ、51だもん、三角なんで。もうおじいちゃん、あ、見てる見てるって思ってる。だからオーバーリアクションで今度わかる、見てるってわかるようにしてあげてる。およそ300メートル先、右方向です。
見てるってアピールだから。あ、道ないでねえや、ナビないでいいんだよね。見てあげてるアピールしてまもなく右方向です。右方向、すべさち N システムです。右方向です。あ、和歌山ラーメンね。ああ、あるよね。あるよ。え、和歌山ラーメンってでも醤油なんだっけ。普通に私どの辺まで行くの？行けばいいの？は？車検のこと。よしもしも。この先しばらく道なりです。一緒に行くの？もう多分行くんじゃない？あんたそういう日でも買っちゃったかな。だからいちいち持ってルンバ買う。知らねえ。だってルンバ買っとけばやってくれるんだよ。手に物も多分置かなくなると思うんです。たっけえだろ。今2万か3万。え、そのもんだろ。多分古い、まあ、ほら型にもよるんだろうけどもさ。あれも消えたのか。わかんない。あなたルンバなんか買っちゃったらあなたがあの上乗っかってくる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 。なんでよ。なんで私が乗るの。そういう猫いるじゃん。何何勝手に消えんだけど。あなたのた潰れちゃう。動くわけねえ。そんな、そうに。そんなでけえルンバじゃねえよ。でもあれ、猫乗っかってよくちゃんと普通に動いてるよね。猫だってそこそこ、うん、重さあると思うんだけど。うん、
見かけない薬局だと思うんですよ。覚えてる。いや、それはどこで見かけたのか。そう、コスモスどこだっけ？東北にあります。ああ。長野の方は何といってもアメリカンドラッグ。あの、大丈夫。そうそうそう、アメリカン。あとはない、あれどこだっけ？薬王堂だっけ？どうしよう。多分東北だって。松木よって全然見かけなくね？結果的にあちこち行ってても見かけなくなったよね、うん、なったとか。でも松木はあんまりなんかそう最近見ないよね。見ないでしょ、どこ行っても。まあ、あるとこにあるんだけど、やりすぎちゃったの。前なんか CM もやってたよね、松木よって。確か松本清。そうそうそう。見なくなるね。CM ももちろんそうだけど。テンプそのものが。少なくなったのかな。ヤックスドラッグとか。あ、ヤックスね。ああ、やっぱ千葉か。一番奥で。その時許せない。帰れないで、和歌山からすら出らんないで。
く知らないけど日本はいい国だった。ナビに入れてない道の駅が出てくるかもしれない。あ、そうなの。だからもう一個。行きたい。行ったね。ナビに入って。それはあのもう一個さっき言った内陸側にあるって言ってみてる。ああ。南部梅林。そう。みなべ梅振興館。あ、そうだね。本当につい最近できたよ。去年の12月だからオープンしたっていうところがあるらしい。ナビにもこれにも書いてある。海沿いにすごく多いね。山にもあるけど。まあそれだけいいところが多いってことですよ。なんか
して、あの写真撮影スポット。桜って言ってたけど、どうしたの？だからほら、昨日が寒い。山の中だから海がまだ残ってる。寒い。枝降りは海にしか見えなかったよね、昨日。どうかな。
が全然何だか分かんない。稲美町。え、稲美？千葉だと印西。印西。もうちょっと分かんない。会話も噛み合わない。なんでそんなことないよ。もう多分近いとは思うんですよ。神社が。あ、神社あれ？三つ神社って。でも白浜なんちゃらっていう見てみますか。神社が先になりそう。Thank you.
目の前に。交差点の先に右側に神社、左側に神社。次は何だっけ、そのあれ見てみるは入ってるとこ派だっけ、入ってないとこか、入ってないとこもあるかもしれない。道路沿いのとこ、
葉も何本あたりに一部こういうの生えてるとかあるけど、若干無理を感じる。そうなの、あのほら若干あの寒くて辛そうに見えるでしょ生育状態がね、こっち無理ないもんね自然にもう生えてる。
和歌山もいいね、今回本格的に和歌山回ったの今回初めてだよ。ない何も捨ててしまおう。
赤信号ね。ファミコンショップ。あ、でももうお問い合わせのなんか、ああ、分かるね。昔前のちっちゃい子たちで逃げ落ちたんだろうな。うん。俺もネットショッピングよく使うけど。え？ネットに押されちゃって。リアル店舗。フォーマックじゃなくてほらあったじゃん、おもちゃ屋さん。なんだっけ、おもちゃ屋さん、おもちゃ屋さんといえばトイザラスじゃなくて、あ、なんかそのあったよね、ちっちゃい町に結構、ちっちゃい町、ちっちゃい町の中でもあるような、言ったらあのファッションセンター島村的役割が、そのおもちゃ屋さんが色の看板、あのー、なんだっけ、出てこねえな、あーなんだっけあれな、やべえな、来ちゃったな。およそ3キロ先、作業の路肩規制です。ナビには入ってねえっつうの。あ、2カ所かあった。多分4回くらい入っていってるから三角にこう、あぶらぶら、おめえ何やってんだよ、なんで俺がやるんだよ、あーもう、何やってんの、なんで俺がやるの？ GPS を受信できません。なんで俺がクラクションを押すの？お前がブレーキ踏んで減速するか、お前がクラクション鳴らすんじゃないの？俺今これ見てたんだよ。何やってんの？いや本当に。あーとか言ってる場合じゃないでしょうよ、あ、びっくりした、お前があーあーってか言うからパッと前見たらさ、もう原付目の前にいんだもん、あーあーじゃねえよ、動けよ、GPS を受信しました、俺助手席にブレーキペダルついてないんだからね、この車、びっくりした、なんであんなことになったの、
全く見てなかったから分かんないんだけど、もうあそこにいきなりゲンチャがいた状況が、あれゲンチャの人が右折のウィンカー出してるのお前見てねえでまっすぐ突っ込んでたんじゃないの。行こうとしたら、あ、俺クラクションは鳴らしたけども多分原付悪くねえやなきっと。言いたくないし動画にも残ってっから言いたかねえけどよ、人死ぬぞお前。お前が殺すんだぞ人。この先作業のため路肩規制です。じゃねえんだよ。この車ブレーキついてるわな。まあ、完全にゲンちゃんこう右に寄ってきて、お前も右寄っちゃってたよな。右寄る前に減速しろや、おめえ。バカじゃねえのか、お前、ほんとに。お前、普段クソ遅い運転しかしねえのよ。減速できんだろ、おめえだったら。減速しか能がねえんだからよ。から手足に出す信号ってどうなってんの本当に。あらゆることが遅すぎんだおめえ。なんで俺が先にやってんの。お前どうなってんの本当にさ。あまりに遅すぎんだろ反応が。俺今スマホ見ててお前のあっていう声を聞いて顔を上げてそれから手出したんだからな。お前それまでの間何秒あったよ。
まりにもぼんやりしてて、お前人殺すぞお前本当に。だけだったらまだしもよ。車対車ならまだしもよ。これ生身の人間だぞ今の。分かってんの本当に。だから繰り返し言ってるよな、チャリンコとかケンタに組んだったらスパッと抜けって。いつまでもケンタとかチャリンコの脇をねゆっくり走ってからああいう風になるんだって。まあ言ったことあるよな、抜くんだったらスパッと抜けって。それは当然だよね、いつまでも車の横にチャリンコがいる時間が長ければ長いほど危ねえやな。お前のために生きるのって10年だろ。で今年齢28だよな。世の中78人のジジイババアでも運転してるやついっぱいいるんだよ。
左方向です。
Thank you.
あるかな。さあ、通り過ぎてしまいました。でも今寄せてくれたのはあれだったのかな。いや、わかんない。それもわかんない。U ターンで行こうかな。いやいや、そこでやりゃいいじゃん、もっと広いんだからさ。そっちある？あるじゃん、目の前に。なんでそんなに頭悪いかな、本当に。ということでね、はい、道の駅白崎海洋公園、はい、なんかね、コテージみたいなところ泊まれる。あ、あれ泊まってみたいですね。実はここもね、今回候補に一つ入れてたんですよ。ただ期間がまだ、あ、まだやってないってこと。そう、確かに、ね、すごいわ。